典型的な動物細胞の模式図、核固定、細胞核、リボソーム、小胞、素面小胞体、ゴルジ体、微小管、滑面小胞体、ミトコンドリア、液胞、細胞質気質、リソソーム、中心体細胞核の外洋核膜リボソーム核膜鉱核固定、クロマチン細胞核小胞体核質核膜鉱とは、核の内外を連絡する穴である。 深核生物の核膜の内膜と外膜が融合する場にあり、核と細胞質間の物質の移動はこの核膜甲を介して行われる。核膜甲には核膜甲複合体が位置し、これは8個のサブユニットが回転対象に配置された巨大なタンパク質複合体である。脊椎動物の細胞の核膜には、 約1000個の核膜孔複合体が存在するが、その数は細胞種や生活間の段階に依存して変動する。核から細胞質への移動には RNA やリボソームタンパク質が、細胞質から核内への移動には核タンパク質、炭水化物、シグナル伝達物質と脂質が含まれる。より小さな分子は穴を通って、 単純拡散するが、より大きな分子は特定のシグナル配列によって認識され、ヌクレオポリンと呼ばれる角膜幸福合体構成タンパク質の助けによって、各内または角外へ拡散する。角膜幸福合体が毎秒1000個の輸送を行うことができることは特質に値する。ヌクレオポリンを介した輸送は直接的にはエネルギーを必要としないが、 ランサイクルに関連した濃度勾配に依存する角膜孔の断面図角膜、アウターリング、スポーク、角バスケット、細胞質フィラメント角膜孔の数は細胞の状態によって様々だが一角あたり出芽酵母では平均100個強ラット NRK 細胞では1700個前後という報告がある人の角膜孔複合体は 約 110mDA の構造である。角膜幸福合体を作り上げるタンパク質はヌクレオポリンとして知られる。角膜幸福合体は少なくとも456個のタンパク質分子からなり34種類の異なるタンパク質を含む。典型的にはヌクレオポリンの約半数はソレノイド上のタンパク質ドメインアルファソレノイドまたはベータプロペラを持っており、 その両方を別々の構造ドメインとして含んでいることもある。残りの半数は典型的な天然変性タンパク質の構造的特徴を示す非常に柔軟なタンパク質で安定な立体構造を持たない。これらのタンパク質は FG ヌクレオポリンと呼ばれ、その名はそのアミノ酸配列にはフェニルアラニングリシンの反復配列が多数存在することに由来する。 角膜光複合体全体の直径は、脊椎動物では約120 n m メートルである。チャネルの直径は、人では5.2 n m メートル、アフリカツメガエルでは10.7 n m メートルと差があり、深さは約45ナノメートルである。一本腐りメッセンジャー RNA の厚さは0.5、1ナノメートルである。哺乳類の角膜光複合体は約 124MDA で、 約30種類のタンパク質から構成され、それぞれが複数コピー存在する。対照的に、酵母サッカロミセスセラビシのものは小さく、わずか 66MDA である。角膜酵複合体は8個のサブユニットが回転対象に配置された巨大なタンパク質、複合体である。 細胞室側には細胞室フィラメント、核室側には核バスケットと呼ばれる構造が突き出ていて、輸送過程ではこれらの構造と輸送される物質の相互作用が重要な役割を果たしている。実際の穴を囲む8つのタンパク質サブユニットのそれぞれからスポーク型のタンパク質が穴へ向かって飛び出している。中心部にはプラグと呼ばれる構造が認められるが、多様な外見をなし。 カルシウム濃度と構造変化の関連が指摘されているものの詳細な役割は不明となっている。ラン、GTP サイクル、核内輸送と核外輸送、角膜鉱、角ラミナとクロマチン。小さな粒子は受動拡散によって角膜鉱複合体を通過することができる。より大きな粒子であっても受動拡散によって通過することはできるが、 その速度は分子量に応じて徐々に低下していく。効率的な複合体の通過にはいくつかのタンパク質因子が必要であり、特に各輸送需要体は、積み荷分子に結合して、角膜高複合体を経由した、核内への通過、核外への通過を媒介する。各輸送需要体の最大のファミリーはカリオフェリンであり、数十種類のインポーチンとエクスポーチンが含まれる。 このファミリーはさらにカリオフェリンアルファとカリオフェリンベータサブファミリーに分類される。他の各輸送需要体には NT 解2や NTF2 様タンパク質などがある。輸送のメカニズムを説明するため3つのモデルが提案されている。各極材化シグナル、配列が露出しているツみニタンパク質は迅速かつ効率的に穴を通って目的地へ送られる。 NLS の配列はいくつか知られており、一般的には PKKKRKV のような塩基生残器からなる保存された配列を含んでいる。NLS を有する物質はインポーチンによって核へ取り込まれる。NLS を持つタンパク質の輸送の典型的なスキームは、まずインポーチン α が NLS 配列に結合することから始まる。 インポーチンアルファは、インポーチンベータが結合するためのブリッジとして、機能する。インポーチンベータ、インポーチンアルファ、積みにタンパク質、複合体は、角膜甲を通過して拡散する。一旦複合体が角内へ入ると、GTP 結合型ンが、インポーチンベータに結合し、インポーチンベータを複合体から乖離させる。その後、 セルラーアポトーシスサセプテピラティプロテインという核内で、ラン GTP と結合するエクスポーチンが、インポーチンアルファを、積みにタンパク質から乖りさせる。インポーチンベータラントップ複合体とインポーチンアルフー c a s ラントップ複合体は、拡散によって、細胞質へ送り返される。細胞質では、ランに結合した GTP が GDP へ、加水分解され、 それに伴って、インポーチンベータとインポーチンアルファーが帰りし、新たな NLS タンパク質の輸送のラウンドが可能になる。つみにタンパク質は、シャペロンタンパク質の助けを借りて、穴を通過するが、穴の通過自体は、エネルギー依存的ではない。しかし、核内輸送サイクル全体としては、2分子の GTP の加水分解が必要であり、エネルギー依存的な濃度輸送であるとみなされる。 核内輸送のサイクルは、ラントップの核、細胞質間濃度勾配によって駆動される。この勾配は、ラン分子の GDP を GTP に交換するタンパク質であるレインジェフが核のみに極在していることで形成される。レインジェフの極在のために、核内のラン GTP の濃度は、細胞質と比較して高くなっている。リボソームのサブユニットや、 メッセンジャー RNA などの一部の分子や高分子、複合体は核から細胞質へ輸送される必要がある。核外輸送は核内輸送と似たメカニズムで行われる。典型的な核外輸送スキームでは、核外反出シグナルを持つ、タンパク質は核内で、エクスポーチン、ラン GTP とヘテロ酸両体複合体を形成する。その後複合体は、 細胞質へ拡散し GTP が加水分解されて NES タンパク質が有利する。CRM1 ランドップは拡散によって核内へ戻り、そこでレインジェフによって GDP が GTP へ交換される。この過程も一分子の GTP を消費するためエネルギー依存的である。エクスポーチン CRM1 による核外輸送は レプトマイシン B によって阻害される。RNA の核外輸送には RNA の種類ごとに様々な経路が存在する。RNA の核外輸送は輸送に関与する RNA 結合タンパク質に存在する NES のシグナルによって媒介される。メッセンジャー RNA 以外の細胞の RNA やウイルス RNA の輸送はラントップに依存する。 メッセンジャー RNA の核外輸送には保存されたメッセンジャー RNA 核外輸送因子が必要である。核外輸送因子は Mex67 タップと MTR に P15 である。高等生物ではメッセンジャー RNA の核外輸送はスプライシング依存的であると考えられており、TREX と呼ばれるタンパク質複合体がスプライシングを受けた。 メッセンジャー RNA へリクルートされる。RNA 結合能が非常に弱い TAP に対するアダプターとしてトレックスは機能する。ヒストンのような特別なメッセンジャー RNA にはスプライシングに依存しない代替的なメッセンジャー RNA 核外輸送経路が存在する。近年の研究結果から分泌タンパク質やミトコンドリアのタンパク質をコード。 スルイ電子の転写産物に関しては、スプライシング依存的な格外輸送経路と代替的な経路との連携が行われていることが示唆されている。穴の開いた細胞核。角膜幸複合体はゲノムへのアクセスを制御しているため、大量の転写が必要な細胞周期のステージでは、大量の角膜幸複合体が必要である。例えば、哺乳類や、 酵母の細胞では、角膜幸福合体の数は、細胞周期の G1 期から G2 期の間に倍増し、乱母細胞では、発達の初期段階の迅速な優位と分裂に備えて、多数の角膜幸福合体が蓄積している。寒気の細胞でも、角膜幸福合体の一部は、損傷を受けるため、レベルを一定に保つためには、角膜幸福合体を作り続ける必要がある。 一部の細胞では、転写需要の増加によって、角膜甲複合体の数が増加することもある。角膜甲複合体がどのように組み立てられるかについてはいくつかの仮説が存在する。ナップ107から160複合体のような特定のタンパク質複合体の免疫除去を行うと穴の内角が形成されるため、ナップ複合体は、 角膜の外膜と内膜の融合に関与しており、膜の融合が穴の形成の開始段階ではないと考えられる。主要なモデルは次のようなものである。優位と分裂の期間中に角膜幸福合体は段階的に解体されるように見える。角膜幸福合体のの解体は、まず周辺部に位置するナップ98の乖離を契機として開始され、 角膜幸福合体の核を形成する足場タンパク質に先駆けて終焉部のサブユニットの会議が起こるようである。この終焉部の解体は大部分がリン酸化によって駆動されるものであると考えられている。この部分的な解体に伴う構造の変化によって角膜幸福合体の透過性が増加し、細胞質のチューブリンなどの角膜の解体に関与するタンパク質や 有意と分裂の調節因子が核内に侵入することが可能になる。四条菌アスペルギルスニドヤランズのようなセミオープン型有意と分裂を行う生物では NIMA や CDK1 キナーゼの活性化によって30種類のヌクレオポリンのうち14種類が核となる足場構造から乖離し核膜孔が広く開き有意と分裂調節因子が核内に侵入する。 完全なクローズド型の有意と分裂を行う、生物でも有意と分裂期に角膜甲の透過性の変化が起こるが、その気候は不明である。ありがとうございます。